パロス・ベルデス選手権初日、中。8日、パロス・ベルデス GC、米カリフォルニア州六千二百五十八ヤードパー十一カリフォルニア州に連戦となる、パロス・ベルデス選手権初日の競技が進行中。5個組でスタートした渋野日向子は、前半九ホールでボギー二つを叩いてバーディーはなし。2オーバー。百十位タイで折り返した、 出だしの10番でに5ルのチャンスを決められなかった渋野ひな子は直後の11番で寄らず入らずのボギーその後も一筋外れる展開が続くと17番でもアプローチを寄せられずスコアを落としてバックナインへと入った午前組でプレーコ行綾香は4アンダーでホールアウトして現在7位タイ 由かは渋野ひな子よりも渋野ひな子よりの一組前でスタートして4連続ボギーなど苦しみ9ホールを消化して3オーバーの128位タイとなっている現在のトップは午前組で8アンダーまで伸ばしたミンジーリーオーストラリア1打差の2位に世界ランキング1位の子ジンヨン韓国となっている子が 東京五輪4位とともに、スタート1ホール目はパーカリフォルニア州に連戦となるパロス・ベルデス選手権が現地時間28日木曜日に開幕。渋野ひな子は日本時間29日5時の5個組で、スタート1ホール目をパートしてコースへと出ていった。2位となったロッテ選手権と同じく、東京五輪4位のアディティア職、インドと同組でスタートした。 渋野ひな子はティショットをドライバーでフェアウェイのど真ん中に置くと2打目をピン右手前に5メートルにオンだがこのバーディーパットは決まらず右を抜けてお先に入れてパートした午前組でプレーココワヤカは4アンダーでホールアウトして現在8位タイ笹生ゆかは渋野日な子よりも 渋野ひな子よりの一組前でスタートして1ホール目をパートしている現在のトップは午前組で8アンダーまで伸ばしたミンジーリーオーストラリア1打差の2位に世界ランキング1位の子ジンヨン韓国となっている渋野ひな子は今週も苦手なポコポコポアの芝集中して頑張る28日開幕パロスバーです 選手権米女子ゴルフの新規トーナメントパロスバーデス選手権は28日から4日間カリフォルニア州のパロスバーデス GC で開催される今週で3戦連続出場となる渋野ひな子23イコールサントリーが27日中継局ワウワウのインタビューに応じた舞台はアップダウンのある 山岳コースで若干日本に似ているのかなみたいなところはあるアップダウン慣れているか慣れていないかといえば慣れているとは思うけどやっぱりしんどいですね笑いセカンドショットでどれだけ同じ段に乗せられるかというところが重要縦距離が合うようにできたら良いなと思いますと攻略の青写真を描いた 本格参戦1年目の今季は今大会で7戦目2週前のロッテ選手権での2位やメジャーシェブロン選手権での4位などトップ10位は3度を数えトップ10が3回あるのはすごく良い自分でも思っていた以上なのでいい滑り出しだとは思うんですけど要所要所まだ足りない部分がかなりある しっかりそれを試合で重ねつつしっかり練習をしてもっと良い成績を残せるようにしたいなという感じですと心境を明かした前週はポアナシバのグリーンで平均31パット得点し63位で終えた今週もグリーンにはポアナシバが入っており練習ラウンド回ってみた感じもポコポコやなというのも あるので、苦手意識はありますけど自分の打ち出したいところに打ち出せるようにそこだけに集中して頑張りたいと思いますと意気込みを語った。